診断のやつはまた後々やろうかなって。ああ、なになになに、起きてそっちでねんねんしなじゃ。はいはい、そっちに行きなさい。はい、うん、いいよ、そこにいな。はい、そこにいて。あー、いたいたいた。ね、あれ寝ないの、何してる、寝るって言ったじゃん今。何ブル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 して寝るって言ったじゃん今。やだ、ねねのおっぱい、あ、ごめん配信で低なことを口にしちゃった、ちょっちょっと今なんかお、うちのお胸に向かってなんかあのシャシャシャってやってきたから、ちょっとやめてって思って、ちょっと、うん、危ない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 、思わず言っちゃったじゃないか、恥ずかしいだろくちゃん、ちょっと、あーあーあーあああもう恥ずかしいことを言っちゃったじゃん今、ちょっと今ねえ、うちに恥を、恥ずかしさを、恥ずかしみを受けたというように、もう寝た、寝ないんかい、今寝たと思ったよ一緒に、寝ないんだ、そう、ホリホリだね、カジカジじゃなくて手でさ、あのシャ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 ってコメント加速、ホリホリだ、前足であのシュシュシュホリ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 ってやるやつをあのやるのに、ちょうどうちの座ってる高さとくーちゃんがタッチ、あの二本足でタッチした時の高さが、あのなんかちょうどね、くーちゃんの前足がうちのお胸に届くぐらいの長いんでね、あのくーちゃんはあのダックスなんで、あのお胸ぐらいの位置にさ、あのお手手が行くわけ。それね、あのなんかフーみたいな感じで片手でまずさ、うちのお胸に手を置いてさ、なんか立ってるみたいな感じになっててタッチしてる時に、そうそうそう片手をかけてたわけ。そうそう、そしたらその勢いでなんかあのホリホリホリってし始めたから、やめてっていう要塞ちゃんと説明しちゃったじゃん、ちゃんと説明したじゃん、うちちゃんと説明しちゃった、くーちゃん。どうする?ちゃんとしちゃった。いやー、これだから、こういう、なんで今説明したんだ?もう、ちゃんと説明、ちょっと飲み物、お水を飲みます。